はい、こんにちは、14WORKS、今日はですね、新しい TB5 の全番手指導をしたいと思います。まあコメント欄でちょっと全番手打ったところ見たいっていう風なコメントが来てましたので、まあそれにお答えしてということで今回の企画なんですけども、まあ私とか長谷川がですね、普通に振るとですね、特に長谷川ですね、長谷川は全然もう、規格外のヘッドスピードなので参考ならんと、そういう言葉が多いので、ちょっとそこはですね、今回私が、まあ、この TB5 のターゲットゾーン、ヘッドスピードドライバーで、まあ、42ぐらい412ですね、まあ、そのぐらいの方をイメージして、振っていきたいと思います。なので、まあ、その辺の、ヘッドスピードの方は参考にしていただきたいと思います。はい、じゃあピッチングからいきます。各番って3球ずつ打って数値を見ていきたいと思います。じゃあどんどん打っちゃいますね。やっぱりこうシャープに構えられるのと打感が、まあ、自分で言うのもなんですけど打感がいい。そうですね、大体多分ピッチング120ぐらい、スピン量6500、最高到達線が25ヤード、まあ、こんな感じでどんどん打っていきたいと思います。次9番ですね。距離130の最高到達点25ヤード、まあ大体同じぐらいの感じですね。トータル131の最高到達点26。すごい、ほぼほぼ距離130、最高到達点25、安定性にびっくりですね。じゃあ次8番やります。お、ちょっと捕まった分だけ少し飛んだかな。トータル145、最高到達点の26、球の高さは十分。トータル139.4、最高到達点24。今もちょっとミスショットです。ちゃんとした当たりじゃないけど、トータル140いってるんで、最高到達点も25ヤードいってるんで、結構ミスにも強いという感じはしますね。じゃあ次7番やります。トータル151、まあ、スピン量5600、最高到達点28、上がった。やっぱりロフトが立ってくるとそのボールその潰れ度合いが強くなるから、打感がさらになんか良くなる感じがする、良くなる感じがするというか良くなる。ちょっとダフりましたね、まあ、でも151のスピン量がちょっと4940、あとちょっとダフった分だけ最高到達点も22ですね。ちょっともう一回いきます。
これはちゃんとクリーンに当たった。トータル158、スピン力5100の最高到達点26。7番でこれぐらい出れば十分かなと思います。はい、じゃあ次6番。トータル171、スピン量4450、最高到達点は 25.5。 やっぱこの FS90i っていうシャフトがなんかこううまくしなりを感じやすいというか、こう適度にしなって振りやすい、このヘッドとの相性はすごく、いいと思います。トータル172の4300、最高到達点24、設計値通り。はい、トータル162のスピン量5010の最高到達点 27.5、まあ、ちょっとだけ開いたで、まあ、これぐらいの数値かなと思います。いい感じですね。じゃあ最後5番アイアンです。ヘッドスピード41、ドライバーで。トータル178、スピン量が3500、最高到達点は 22.2。 ちょっとやっぱり5番アイアンになると少しスピン量と最高到達点が低くなってきてる感じかな。トータル181、スピン量3500、最高到達点 21.4。 まあ悪くはないけど、ちょっと向きます。トータル181のスピン量3640、最高到達点が22、まあ、数値としてはそんな悪くないですが、まあ、ヘッドスピードを今の41相当で打ってる感じだと、6番アイアンまでは結構25でちゃんと、球が上がっていたので、まあ、そこからするとちょっと5番アイアンになると少し球が上がりきらない可能性が出てくるかなと。なので、まあ、改善策としては、まあ、5番アイアンは、まあ、ユーティリティ形状に変えてもらったりするとよりそのセットとして使いやすい、クラブセッティングができると思うので、まあ、その辺をちょっといろいろフィッティングしながら、試してもらえればなと思います。はい、ということで今回、TB5ヘッドスピード41想定、全クラブ打ってみました編でした。ありがとうございました。